パリの2回目の生活についてお伺いします。じゃ最初パリに来て何が大変でしたか？そうですね、最初はですね、パリの中心にあるサンルイ島というところでまず住んだんですけれども、こちらは知人のお家だったのですぐに貸してもらえたのはありがたかったんですが、ついてみたら一番屋根裏部屋にあります女中部屋と呼ばれている部屋で、もちろん本当に一部屋しかないので窓も一個で、そしてそれはもう本当に冬で寒くて、トイレは外にあるんですね。で共同なんです。ですから昔の中世の時代に女中さんたちがその部屋に住ん で奥様とか貴族の方は外から出入りしてて、私たちは全く違う中世の階段を6階まで上がって、それでそこで住んでるというような形だったので、ものすごく寒いし、なんか冬でパリはの冬はとっても暗くて厳しいので、ものすごくホームシックにかかりました。建物もすごいんですが、場所もすごい場所ですね。そうですね、そこはもう本当に貴族のお屋敷しかなくて、みんなその、伝統を守るために改修工事とかもしてたので、本当に遺産的な建物に住めたのは、すごく光栄なことだったんですけど、私の部屋は本当に貧しかったです。その後はパリのどこで暮らしましたか？はい、その後も本当に嫌になってしまったので、とにかく引っ越したいってことを訴えて、そしてその家主の方から紹介してもらったのがドックにあるアパートでした。フランス人とはどのような交流があったのですか？そうですね、前回も話したみたいに小さい頃に幼稚園と小学校をパリで過ごしたので、その時はまたその幼なじみたちあったりしました。フランスの結婚式やパーティーはどのようなものなんですか？ですね、まず幼なじみの結婚式に呼ばれたんですけれども、それはあそこは東の方の島でやったんですけれども、サンマロのある島なんですけど、私たちの招待客しかその島には入れなくて、お城で一晩中踊るという結婚式をしました。でそこで知り合った人とかもいます。なるほど。留学の間、日本人との交流とか日本人とのパーティーとかもあるんですか？そうですね、そのフランス人のパーティーっていうのが一番フェットって言われていて、例えばその幼なじみと一緒に行ったパーティーはいわゆる貴族の人しか呼ばれなくて、ルイ・ヴィトンが主催してて、本当のその裾まであるようなドレスを持ってきてくださいって言われて参加したので、それが一番正式なパーティーだったんですけど、他にも最初の頃は日本人とはあまり話さないようにしていて、フランス語をもっとやりたかったので、でも最後の方は留学生の友達とか先輩とかと、お家でフェットって言ってパーティーをしたりして楽しんでました。留学生とも交流があったんですね。そうですね、最後はとても楽しかったです。ではですね、ノイさんには留学時代に特に大事な3人の女性がいたそうですが、それについて教えていただけますか？はい、そうですね、まず1人目は日本人なんですけれども、イタリア人の大富豪と結婚して、日本でも結構有名になった方で、シンデレラって呼ばれている方なんですけれども、チェスキーナ陽子さんです。でチェスキーナさんとは私たちが家族でちっちゃい時にイタリアにベニスに遊びに行った時に声をかけられて、それからずっと例えば夏になると
別荘があるまた島なんですけれども、ナポリの一つの島を持ってらして、でまあその時ご主人が亡くなったので、すごくまあ彼女が鬱っぽくて、私の父がそれを精神科医として支えたりして、ひと夏一緒にずっと過ごしてました。でそのお付き合いはもうずっと続いていて、私がフランスに遊びにというか休止留学生として留学したということもお知らせしたら、まあ、チェスキナさんとてもあちこち、例えば今のチャールズ国王とかとも音楽の慈善活動を2人でなさってたので、まあ、パリにいらっしゃることも結構あって、でパリに来るともう電話かかってきて、自宅にでお寿司連れてってあげるからいらっしゃいって言われて、当時は、まあ、私たちは食べられないようなものすごく高級なお寿司をおごっていただいたりしていて、そして最後は私は、3年半留学したんですけれども、2年経った時にうちの両親からはもうちょっとお金は援助できないということを言われてしまって、でその時にデューア論文っていうのをちょっと書いてたので、どうしてもこの論文だけは書かないと、まあ、終われないって私は思って、でも最後の頼みの綱として、今までなんかそういうお願いはしたことがなかったジェスキーナさんにお手紙を書いて、もうどうしてもこれだけお金が足りないって、まあ、月に何万円かなんですけれども、それが足りないから、その1年間だけそのフランス政府の代わりに援助してもらえませんかって頼んだら、ジェスキーナさんが電話してくださって、うちの親にも確かめて、本当にお金がないって言って、それで1年間私の口座に送ってくださって、で最後論文をきちっと書いて、でまあチェスキーナさんにもお届けできました。なるほど、小さい頃のフランスでの生活が留学時代にもつながっているわけなんですね。そうですね、全部それが昔の時のお友達ですね。じゃあ2人目の女性について教えていただけますか。はい、2人目の方っていうのは松田千草さんっていう、まあ、日本人の画家の方なんですけれども、私がまた小さい時に3歳半で行った時に、母の、パリの教会でご一緒した日本人の女性でした。それで彼女もすごく、まあ、変わった方で、まあ、慶応大学を卒業した後にどうしても画家になりたいって言って、お家は神戸の方なんですけどパリに行って、それで一から画家になる勉強をされたんですね、ボザールに入って。それで私が、それ途中なんですけれども、中学1年生の時に母と一緒にパリに行った時にオルセー美術館がたまたまできた年だったんですね。で千草さんと待ち合わせして、そこを案内していただいたりとか、それから留学したらまた明日でルーブル のことを、まあ、私も美術史をやることになったので、もう徹底的に見なさいって言われて、もうどこの門から入ってこうや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 って見るんですよってことをもうずっと徹底的に教えていただいたんですね。それで慶応の人だったので、いろんな慶応の先生を紹介していただいたりとかして、そして彼女はプロテスタントだったんですけれども、なんか最後はカトリックがいいって言って、亡くなる前にカトリックに改宗されて、それで、まあ、私も結局カトリックになったので、そういう共通点とかもあって、最後は日本に帰ってがんで亡くなったっていうのと、あと、まあ、彼女は私と同じ膠原病だったので、すごく、まあ、話が合うというか、私にとってはもう道しるべっていうか、お姉さんで何でも相談できるみたいな、そんなしょっちゅう会ってたわけでもないのに、すっごく心に残ってる方です。最初のジェスキーナさんの話もそうでしたけども、幼少の頃のフランスでの生活が、まあ、留学の
時代にもつながってるっていう交流があったんですね。そうですね、まあ、私にとってもパリっていうのは故郷のようなものなので、やっぱりそこにまた行きたいなっていうのはもうずっとフランス語も勉強してたし思いましたね。じゃあそれでは3人目の女性の方を教えていただけますか。はい、3人目の方っていうのはフランス人なんですけれども、彼女はエリザベート・カザっていう方で、まあ、結婚して名前は違いますけれども、まあ、もっとすごいおばあさんなんですね。で、知り合ったきっかけもやっぱり小さい時で、父が留学した先の、神経内科の教授の先生がロンド先生っていう先生なんですけれども、その方はもう世界的な権威というか、その神経内科ではピエール・ロンドっていうのはものすごい名前なんですけれども、普段は、まあ、奥様は出てこないって言われてたのが、なんだかよくわからないんですけど、まあ、私のことを気に入ったのか、すごくよく呼んでくださって、で、奥さんとすごく仲良くなってしまって、で、大学生になった時に何回か一人でフランスに行ったんですけれども、その時もエリザベートのお家がありまして、それは自宅と別に、自分の場所が欲しいって言って、自分のお金でルクサンブールの隣にアパートがあって、で、そこに泊まらせてもらったりとか、あと日本からパリに着いた日にいきなり明日からスイスのロカルの映画祭っていうのがあるから、ノイも一緒に来てって言われて、で、まあ、彼女は映画女優なんですけれども、フェリーニの「そして船は行く」っていう映画にも出てらっしゃる、まあ、女優さんで、で、私を連れてその遠い、飛行機でスイスまで行って、で、彼女はイタリア語も喋れるので、私もちょっと拙いイタリア語でそこで喋りましたね。そしてそのロカルの映画祭では、今はまあ世界中で知られている Life is Beautiful っていう作品が、ベニーニ監督主演の作品があるんですけれども、それが世界初上映ということで、なんかもう大きな広場で、そこでエリザベートと私と、まあ、映画関係者と、まあ、みんなでこう大画面で見て、さあ世界最初ですよって言って、そこで見たのがもうすっごく楽しい、まあ、私とはちょっと縁のなかった映画の世界の話でした。で、それから帰ってからしばらくして留学したんですけど、ちょっと演劇の勉強がしたいなと思って、エリザベートに、まあ、女優さんなのでどうしたらいいかって相談したら、自分が習ったアクターズスタジオの手法の学校、もう本当の映画女優になるための映画俳優とかですね、育てている場所を教えてもらって、で、そこはもう月曜日から金曜日までずっとその授業をしてるんですけど、そこに入って、まあ、1年間は日中はそこで、まあ、私俳優というよりかはこう感情を表現の仕方みたいなことを教わったんですけれども、中にはやっぱり本当にもう顔を知ってるようなモデルさんとかがいたりとかして、それで日中そこに通って、で、夜は大学院の方に通うっていうことがありました。で、エリザベートも本当にちょっと魔女のような方で、まあ、誰もちょっと近づけないような非常に独特な雰囲気を持った方だったんですね。すっごく気難しくって、そのアパートの中も誰も入れないと、ご主人も一度も入れたことがないって言ってたのに、私に貸してくださって1週間泊まらせてもらったりとかして、それでその中を見てみると、メゾネットなんですけど、2階がお風呂になってて、お風呂とあと寝室が2階にあるんですけど、家中がですね、
布でまみれてるんですね。でも布がものすごく好きで、しかもすっごく質のいいなんかパシミナとか、もうすごく毛のこう触り心地のいいものなんですけども、本当に上質な布をものすごい大量にこうあってですね、あと他はお台所もあるんですけど、全部こう何かこうエリザベートが好きだなっていうような、ちっちゃなお馬さんの置物とかが置いてあって、ですごいちっちゃい部屋なんですけど、もう彼女のこうワールドになっていて、そこでまあセリフを覚えたりするんだって、その自宅、ご主人との自宅とは別にあるんですけど、でそのワールドを見せてもらったことで、ああなるほど、こういう風にしてこの人作られてるんだなとか、自分の趣味のものをこうやって大事にしてるんだなっていうのがすごく分かって参考になったし、あとまあ亡くなる前なんですけど、私が書き置きでそのお馬さんのその置物が木なんですけど、すごい可愛くてこうちょっと足が折れちゃっていて、すごいそれがまた可愛いっていう風にフランス語で書き置きしてたんですね。そしたらその次に行った時に、もうこれはノイにあげるからって言って、なんか形見として多分渡してくれたので、まあ、私もずっと大事に持ってるし、まあ、なんかそのもの以外でも彼女は日本が好きで、なんか伊勢三宅がすごく好きだったんですね。で自分がなんか買ったそう伊勢三宅の袋だったりとか、あとなんか革でできた赤いアクセサリーでも買ってくれて、まあ、なんか子供がいなかったから多分孫みたいに思ってたんだと思うんですけど、それも全部大事に今でもしてるので、やっぱりすごく私にとってその3人の女性っていうのはなんか私の人生に影響を与えてくださった、もう亡くなってしまった先輩だと思います。はい、3人の大切な女性たちとのつながりを教えていただいてありがとうございました。1人目のジェスキーナさんは音楽のご専門で、2人目の松田千草さんは美術で、3人目のエリザベートは俳優であったりとは、演劇を導いてくれたりと、まあ、それぞれ、まあ、芸術の分野で活躍されてた方たちですけども、まあ、ノイさんは美術史を勉強されたと、研究されたということで、まあお互い芸術という専門分野の中でこう高め合ったというか、シンクロし合ったというような感じがあるんでしょうか。そうですね、多分今から思えばなんですけども、私もなんか偶然に美術史を始めたんですけれども、やっぱりまあ小さい時からそういった、まあ、パリのお家の近くには中世美術館があって、いつも親が連れてってくれてたりとか、もうすごくそういうのが好きだったので、やっぱりこう美しいものとかそういうもので何かつながっていたっていうふうに私は思って、で多分彼女たちも私がなんかそういう感性をこう理解できるなって思ったからこそ、なんかもう特別になんか愛情っていうとわからないですけれども、なんか友情なのか愛情のようなものをすごく注いでくれたなって、まあその親とは別にそういうふうに思いますね。美しいものでつながっていく世界っていうのはなかなかこう言われるとハッとするような世界観のような気がします。で、まあ、演劇を学んで、で夜は大学院に行くということで、かなりお忙しい留学生活だと思いますが、休日はどのようなことをされていましたか？そうですね、住んでたところが6区と7区の境目で、ボンマルシェっていう百貨店があるんですけど、もう今では日本人の方もよくご存知で、あるリオマルシェっていうラスパイユ通りにできる、まあ、いわゆる有機野菜とかそういったものを売っている市場があってですね、そしてパリでは月曜から金曜までは商店やってるんですけども、日曜日は本当に全部閉まらなきゃいけないって法律があったんですね。それで日曜日は何も買い物ができないし食べ物もないので、そのラスパイユの
あのマルシェは、まあ、私の通りの隣にあったもんですから、毎日必ず朝9時とかに行ってパンとか野菜とかお魚とかいつも買ってきて、それでそれを料理して自分で、まあ、一人で食べていたりとか、その住んでた場所っていうのも、変わってるんですけれども、すごくいい、まあ、一等地だったんですが、まあ、日本で言ったら青山みたいなところで、でそこは隣の通りが、隣の通りはラスパーユなんですけど、自分の通りが実はその当時の首相だったジョスパンさん の, 自分の、まあ、お家があったんですね。なので、まあ、毎日その警察官がそこに立って見張りをしているみたいなお家だったんですけれども、そこの通りに住んでいて、そしてそのまあ中心に住んでたっていうことがあるので、それはすごくなんか利点で、お友達とか会おうねっていうと、うちのすぐ近く の, サンジェルマンデプレとかも近かったので、ここにじゃあカフェで会おうねっていうと、みんな農家からがこう来てくれて、まあ、青山に遊びに行くみたいな、表参道に行くみたいなぐらいの感覚で、みんないいところに住んでるねって言いながら遊びに来てくれて、まあ、そこでお茶してたりとか、まあ、日本人ともそうやって遊んでたし、フランス人の例えば演劇の仲間と次の演劇のどういう風に やっていこうかみたいな話し合いもしなきゃいけないので、それもなんか家のすぐ下にあるカフェで、じゃあここでって言うとそのカフェに来てくれて、すぐ会えたんですね。だからそれがなんか私にとってはそのパリの文化のなんか一番良かったことだなって、デブショーなのでもうすぐ降りていけば人と会えるっていうのがすごく楽だったし楽しかったですね、はい、今日は短い時間でしたけども、3人の、まあ、大切な女性とのつながりを通じて、まあ、フランスで芸術に関わる芸術について研究するっていうのが、まあ、どのようなことなのかというのを少し教えていただいたような気がしました。本日はお忙しいところインタビューに応じてくださってありがとうございました。ありがとうございます。